吉田さん、戦場のメリークリスマスっていう言葉、もちろんそういう映画があるのは存じてますけども、リアル戦場のメリークリスマスね、こんなエピソードをご存知でしょうか。第一次世界大戦の最中なんですけども、国境を挟んで、2つのね、国がお互いに戦っていたんですよ。当時の戦闘っていうのは、本当に銃とね、爆薬、それから最先端の技術っていうのは、時速6キロか10キロで走るノロノロの戦車ぐらいだったんですよね。まあですんで、ほとんど肉弾戦ですよ。地下壕を掘って、そこから出てダダダンと撃って、また隠れるみたいなことをお互い隠れて、で、まあ何人かの犠牲を出しながら、こう前に進む。で、こっちの方は攻められた方は後ろに行くっていうのをこうずっと繰り返して領地を取り合ってたわけですよね。まあですんで、何週間も籠城して、やっと数メートル進むか押し戻すかっていう、まあそういうふうなね、戦いが局地的に行われていたんですよ。で、お互いにどの陣地を取りたいからどこに軍隊を集結させるかってことを国で決めて、そこに人を集めて、そういうふうなね、押されつってのをやってたわけなんですよね。まあ今で思うと、まあなんともかんともって話ですけども、そんな戦場にもクリスマスがやってくるわけですよ。で、軍で働く、まあ戦争する戦闘員っていうのは基本的に20代や30代の若い兵隊が多いわけですよね。で、お互いに自分の戦友が殺されて、向こうには憎き敵軍がいるなって感じで、ずっと壕に控えてるわけですよね。でもクリスマスがやってきた時に思うわけなんですよ。ああ、国に帰ってチキンを食べたいなと、クリスマスを祝いたいな、俺たちはこんなところでろうそくに火を灯すんじゃなくって銃の火をね、バチバチ撃って戦ってるなと、早く帰りたいなと思うわけですよ。それでなんとなくこうクリスマスソングを口ずさむわけですよね。まあそうすると、向こうの陣地でも同じことを考えていたのか、クリスマスソングを歌う人がいて、でお互いにね、銃撃の音がちょっと緩やかになってきて、静かな戦場に歌声だけが聞こえるみたいな状況が戻ってきたんですよね。そしてお互いの兵隊がちょっと提案をするんですよ。今日ぐらいはちょっとやめねえかと、そしたらお互いに思ってたことが同じみたいで、まあそうだなって感じで銃を置いて、お互いその戦場の中央に寄っていってね、でお互いのクリスマスを、なんか祝おうぜみたいな感じになって、その後ずいぶん打ち解けてね、なんかサッカーが始まったみたいなんですよ。でお互い若者ですから、言葉は通じなくてもサッカーのルールを知っているってことでね、戦場でなんとも珍しいその辺の道具を丸めたボールを蹴ってね、サッカーが始まったんですよ。いや本当に最前線と思えないことだったらしいです。でいずれ時間が経って、クリスマスの時期も過ぎてね、お互いの陣地に戻っていくときに、まあ、お互いの陣地でその上官が言うわけですよ。お前ら何をやっとんじゃと、今がどんな時か分かってんのかと、ほら銃を取ってやっつけてこいと、攻めてこいって言うわけなんですよ。でその時にはさっきまで一緒にね、楽しくボールを蹴り合ったクラスメートみたいな敵陣にいる兵隊がどうしよう目にちらついて、その上までの戦闘とは違った気持ちになったらしいんですよね。まあけど上官は攻めてこいと、撃てという、殺してこいというわけですよ。その時になんか気がついたらしいんですよ。俺たちは敵陣にいる敵兵が憎いんじゃないと、この上官が憎いなと、一体国ってのは何なんだと、国を守るために敵陣に命をかけて銃を向けたんだけども、憎いのは我が国じゃねえかというふうにね、お互いの陣地で思ったらしいんですよ。まあこのエピソードから本当か嘘かわからないんですけども、妙なリアリティを持ってですね、まあ私の中に入ってきたんですよね。でもこれが実際にそういうことなくても、きっと最前線で戦う兵隊たちには、なんかね、行ってこいと命令する上司や国家の方が、もしかしたら最前線で命を懸けて戦う
自分たちと同じような立場の兵隊よりも憎いのかもしれないですね。命令する方は安全なところから、今日もね、熱いコーヒーを飲みながらテーブルの上で、まあ、いろんな布陣を考えて行ってこいというと、まあ、そこには生命の恐怖はないわけですよ。でも実際に銃を手に取って戦う兵隊は次の瞬間死ぬかもしれないと。さっきのサッカーの試合が最後の、一生懸命だったのかもしれないなと、なんかそんな風にね、心に残りましたね。さあ、戦場のメリークリスマス、あなたの戦場のメリークリスマスは一体どこにあるでしょうか。いってらっしゃい。